って言うけど本当に兄弟じゃないんで、うん、何の話してたっけ。あ、そう、プラドがね、こう人気を牽引してきてくれた本当に万能な街乗りとしてのプラドなんですけど、個人的にここが二分するんじゃないかな、まあ、分離する、そんなに分かりやすく分離はしないと思うんですけど、プラドを考えてる人が、ね、あ、70にしようかなって思ってもらえるのかもって思ったら、もともとプラドが引っ張ってた人気を二分してしまうんじゃないかなっていうのが危惧されますね。危惧してるというか、増えりゃいいんですけどね、分母が。分母がそんなに増えないということなのであれば、街乗りならばプラドで、ちょっとアクティビティ、山行ったり、まあ、林道行ったりしてみたいなということであれば70、街乗りだけじゃないかもしれない感があるんだったら70に行こうとするんじゃないですかね。街乗りならば断然にプラドです、そこが分かれ目ですね。で、プラドがね、フルモデルチェンジの話、おそらく夏で一応発表ありますよね、グリーンディーゼルのハイブリッドが出ると。もうあのデカさにして、リッター15ぐらいいくすごいな、車がデビューしそうなんで、どっちも兼ね備えたいなっていう人はやっぱりプラド一択なんでしょうね。ただそこら辺はもういいと、ちょっと林道とかを行きたくなりそうになってしまうんだったら70なのかなと思いますけどね。まあ、70にちょっと話を戻しますと、200乗ってた時は林道とか山とか正直言います全く興味なかったです、行こうと思わんです、あのデカさ。暗がり峠走ってみようかと思いません。走りたいとも思わないから、で、なんというんですかね、もし仮にプラドを考えてる、まあ、もちろんプラドも最高の車です、街乗りでファミリーで通勤で使うにはいいんでしょうね。で、まあ、それで70、私は70に乗ってから、なんて言うんでしょうね、この車の本来のポテンシャルを発揮してやりたいと、なんか通勤でこうやって毎日乗っていることが申し訳なくなってきて、申し訳なくなる必要ないんですけど、申し訳なくなって、いや本当はね、アスリートはトラックを走る、スノーボーダーは雪山で遊びたい、なのに全然雪山行かないとかね、やっぱりこの車本来のポテンシャルを発揮させてやりたいという、親心がなんか無駄に芽生えてしまって行くようになって、行ったら行ったで行ける範囲でね行くんですが、楽しいですよねってなってしまうのかもしれないというのがちょっと
しみたいって思ったらジムニー欲しくなります。